中村翔平は、地方競馬の多い競馬場、渡辺和夫級者所属の騎手である。騎手になることを志すも視力が規定を満たさなかったため、コンタクトレンズ着用で騎乗が許されるオーストラリアに渡り、騎手学校を経て2005年6月タムワース競馬場で、見習い騎手デビュー。その後ゴールドコースト競馬場のアランベイリー級者に移るが、 調教中の事故で左足を負傷し、帰国することになる。通算220戦25勝2着25回。帰国後も、騎手を諦められなかったため、視力回復手術を受けたケチマサーキ級者の調教級務員となる。その後2度目の挑戦で、地方競馬騎士免許試験に合格し、2009年6月1日付で、地方競馬騎士免許を取得。 同年6月21日第5回大い競馬1日目、第6競争 C24 組5組、条件戦ブラックダイヤで、初起場。同年7月20日第7回大い競馬2日目第7競争 C17 組8組条件戦遺憾戦で優勝し、12戦目で国内初勝利。地方通算成績は771戦19勝2着28回3着36回。 勝率2.5%、連帯率6.1%なお界隈での、騎乗経験を経て、再デビューとなるため、見習い騎手の負担重量軽減措置は適用されない。勝負服は、竹地正明元調教師の騎手時代の配色を、参考にした。2012年6月29日に、竹地正明調教師死去に伴い沢義弘9社に、所属変更を、同年7月23日に、 渡辺和夫厩舎に所属変更した。2014年7月7日から2015年1月6日の間、高知競馬場の西賀正光厩舎に所属期間限定騎場を行った。トレインテックの卒業生たちをオーストラリアの競馬学校2人の門出から桜井職のニューフェイスたちから中川明美の難関アラウンド新人機種のお披露目式について TCK。 中村翔平騎手初勝利。TCK、竹島沢明騎手48歳で、死去騎手で229勝。スポニチスパニッキーアネックス競馬。大井競馬場所属騎手のところ属級者変更について TCK ニュース期間限定記場。中村翔平騎手コーチ競馬。オフィシャルサイト。ありがとうございます。